よお前ら、俺様だ。今日も最後ボーボー燃えてますね。はい、今日はね、2022年5月6日このね、鳥取砂丘のラクダ屋ってとこで、ね、梨ソフトをね、買いました。330円ですね。まあ暑いからね、早くしないと溶けるんで、すぐに食べます。それだけじゃなくて、なんか梨風味のソフトクリームの味がします。はい、それではさよなら、ボーボー。